ヨロヤンです。もう私はね、お風呂入ったんよ。お風呂入ってなんか掃除して、めっちゃ掃除して今です。 SNS の更新してから、なんというタイミングで配信スタートする、なんというタイミングだった？気になる。そう、お風呂入った後に掃除した。そうなんや。あ、見てた？そう、インスタも、X も、投稿したので。あ、メールが届いたんか。届くのと一緒のタイミングで配信開始したってこと。うん、前髪、昨日かな、一昨日来た。最近もう寒いでんじゃないですか。お風呂に入るのが結構楽しみですね。お風呂入ったらふかふかになるから、なんかほかほかに早くなりたくてお風呂入りたい。めっちゃいい傾向じゃない？寒い。さっきもさっきまでめっちゃ寒かったんだけど、お風呂入ったけんかちょっとあったかい。そうなんや。でもね、逆に今この寒さやけんかもね、冬は逆にお風呂はめっちゃ寒いんよ。なんかめっちゃ寒いの。そう、逆に暖房つけてないから私いつも毎年暖房つけてないけんか、なんかもうお風呂入る前と、で入る前めちゃくちゃ寒いで入るじゃないですか、震えながら入って、でお湯浸かるじゃないですか、であったかいってなるやん。でその後もうお風呂から出たらもう寒いん。なんかお風呂入ったのになんて。っていうね。なんかお風呂入れば入るほどふかふかになるはずが、なんか寒くないみたいな。え、ですよね、一気に冷める。そう、しかもそのお湯もすぐ冷めるっていうか、冷めるの早くないみたいな。寒さがもう私の全てを寒くしてくる。だから今はねちょうどいいかもね。今はほかほかになるから、お風呂入っただけで。しかもお湯だけ機能ついてないからね、私のお風呂。でもさ、浴槽がさあるだけでさ感謝せんといかんよね、もはや。日本だけやん。日本はなんかもう結構当たり前のように浴槽ついてるけど、日本以外ないやん、シャワーしか。
そう、お風呂の文化が、そうなんや。多分海外でもあるとかはあると思うけど、日本向けとか。え、そうなんや。それだけでも感謝せんといかんけど、冬はね、すべてを寒くしてくる。マレーシアなかったよね。そうなん。なんかシャワーしかないのがそわそわする。やし、お湯もちゃんと、なんだろう、日本、まあ綺麗だもんね。綺麗だから。そうそうそう。お風呂作ってくれてありがとうだよね。いや、良き文化だと思う。だって本当にお風呂っていうか、そのあったかいお湯に浸かるとか温泉とかって本当に効果あるしね。冷蔵庫なかった。冷蔵庫もなかった。すごいよね、本当に効果あったことを昔からこう継承されていて今も残ってるっていうのもすごくない？でも、もう今当たり前のようにあるしね。多分お風呂必要ない人もいるかもしれん。11月ですね。風呂は心も癒してくれる。確かにほっとする場所。天然の巨大温泉すご。天然ってのがなんかまた効果ありそう。あー、サウナね。サウナ、サウナね、ちょっともうちょっと片足突っ込んだらハマりそうなんだよな。私でもサウナ入った後は温泉にも入りたい。言い方おかしいか。サウナ沼。なんかサウナに関してやつ、この言い方ちょっとあれかな。難しい、ね、そう。サウナの世界に片足を突っ込んだらハマりそうだよねって。ね、奥深そう。やっぱこんなにハマってる人がいるっていうことはやっぱりそれほどいいんだよね。でも人によると思うけどね。私多分すぐのぼせるから。でもすぐのぼせるのに温泉好きだけどね。実際サウナも結構すぐのぼせるっていう。
まあ私はインターバルかな。ね、長時間入れるのはねいいよね。そう、インターバルは短い時間で、繰り返しっていう意味かな。私の作った言葉じゃないよ。サイアン語じゃありませんよ。繰り返すの何セットですか？そこまではちょっと分からん。何セットかな、ちょっとどうだろう、その時の気分次第で。難しい言葉、インターバル？難しい、なんかでもそう、トレーニングとか専門用語だよね。でもその方がねいいっていう。私その練習走る練習しよった時に、なんか長時間ずっと、まあ、走り続けるっていうのもなんか、まあ、それもそれで体力作りと思うけど、多分即戦力になるためには長距離ずっと走るよりかはこう全速力で走る何秒で一回休むとかで、また時間来たら走るみたいな、そういうトレーニングの方法もあるっていうね、ちゃんと調べたんですよ。私は即戦力が欲しかったんで。そうそう、最初はずっと走っとったよ。ずっと走っとって、でも私コースとかなくてずっと同じ場所を、短い場所をずっと走り続けてて、でもなんかなんとなく調べた時になんかインターバルの方がいいみたいな書いてあって、じゃあこれやってみようと思って公園行って公園の砂場を、砂場っていうかこう砂利みたいなとこ走ってた。そうそうそう、もしたら本当に効果あったもんね。公園、あ、そうだよ、公園うん、公園はパークです、パーク。学生の時、そう、学生の時ね。今はもうレッスンしとるけん、レッスンでも結構歌って踊るっていうトレーニングしてるからね。歌って踊るってね、すごいよ。めっちゃトレーニングっていうか、すごい運動っていうか肺活量使ってると。そうそうそう。
プラス、そう、歌詞、立ち位置、笑顔、レス。あと動線ね、動線、周りにぶつからないように、私は前を通るとか、私はここの時後ろを通るよねとか、すごいね、いろんなことを考えながらねやってんだよね。ライブってすごいよね。で次の曲はとか。すごいよね。もう慣れてきたら、もう立ち位置とか振りは自分で覚えてきて、であとはみんなで揃ったら動線を決めようって、動線だけ決めようみたいなのもある。ぶつからないようにっていうのは結構みんなで集まったらそれが一番大事になるかな。動線だけ確認しよう。私、僕たちの恋の予感公演の時とか、立ち位置と振りは全部覚えてきて、全員で合わせる時に動線確認みたいだった。ここ通る時はここ通ってねって、私がちょっとここ待つからこの間に通ってとか、それをねやったんだよね。時々ぶつかっとるのは、あれはちょっとあんま良くない。ライブ中に。怪我しちゃうからね。独自でできるやつは独自でしてきて、あとはもう意思だか、意思疎通できるか。ぶつかったこともありますね。あるある。まあでも会場もね、時々変わるし、感覚とかもあるんだよね。1から1番か2番の間が90センチか70センチかとかで、全然違うんですよ、私感覚が。あ、90ピッチって言うんですけど、あ、90ピッチの感覚でやっとったみたいな。今日違ったわみたいな。とか全然あるから。でもぶつかったけんってね。うん。怪我はね、心配です。90ピッチ、ピンチじゃないよ。ピンチですって。変わったのでピンチですって。そうそうそう、うん。しかも48グループとか多分特に、そう、立ち位置移動がめっちゃ多い。16人基本いるから、歌割りももうめっちゃ変わるっていうか、短いから、いかにその歌割りを目立たせるとかやってたら、立ち位置移動が半端ないことになってんだよ。でも多分その立ち位置移動があるし、16人もいるからこそ、多分見ててすごい迫力あったりとか、飽きないとかあると思うけどね。そうそうそう、だけどあれ、ちょっと目離したらどっか行ったとかあると思う。全然間に合わんとき走るからね。絶対間に合わんやろみたいなときも、いや私行けますって言って、とんでもない動きで移動してるメンバーもいるから、
フォローしました、ありがとう。確かにそういうのも知っておくと楽しみ方が増えそうだね。そうなんや。 DD さんは目が追いつかない。そうだよね、もう、うん、こ全体を見ようと、もう目が足りん。もうさ、もうどう見たらいいかわからんね。もう視界で全部目はもう動かさずに、視界だけで感知。私は全体を見るんでって。リリーさんはね、俯瞰で見てる。もう多分、しかも見れてそうだしね。そういう修行っていうか、もう見てそうだよね。まあそれでも DD さんでもこう、なんか誰か光る人がいるんじゃない？そういういろんな場所で光ってる子を見てるんじゃないかな。私は誰？今日メール始めた。ありがとうございます、嬉しい。楽しんでね。キラキラは感知してそうだね。あー、この子こんな感じなんだな、ふんふんみたいな。さて次は、いろんな子見てね。あ、この子はこういうのが得意なんだな、ふんふん、次は。人をね、いろんな子のいいところを見つけていく。ありがとうございます。ちょっとね、否定的なコメントはやめてくださいね。でもそうだね、まあどんな方でも目で追ってくれたら嬉しいかな。DD でも STU の素晴らしさを伝えるためにいろんなメンバーに行ってる。ありがとうございます。そうだよね、伝えたい、いろんなメンバーにいいところを見つけたい。自然と目がいく。いや嬉しいですね、そう言ってもらえたら、ね、私もライブ行ってみたい。ぜひ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 待ってるよ。私も頑張るね。やっぱね、ライブで好きとかは結構強いと思うんだよね。次のライブ、あ、ショーケースよろしくお願いします。そう、今日投資で
やりました。結構ね、ボリューミー。まあでも1時間程度のライブということで。でその後ね、1人ずつ話せるお見送りっていうのがあるので、まあちょっとね、タイトルにもある通り、まあちょっとね、これかなってこれを披露するのかなっていうのは。あ、上下どっち多め。確かにね、どっちだろう待ってね、やばい、ちょっとこっち急に思い出せないんだよね。これはどっちだっていうのも時々ある。あれ？交互だな。あれ？え、すご、交互だわ。あれ、交互じゃない？もしかして。まずはあの逆だから。こっちでしょ。で、で、次なんだっけ。あ、であれでしょ。すごっ、こんなに高価なことある。こっちでしょ。あ、ちょっと一回かぶって、でもつ、あ、待てよ。お、おお、ほぼ交互だけど一回かぶってて私から見て右でも1回程度だから、全然多分この曲はこっちで見たいとかあったらね、次から帰れそうだね。この曲、自分はこの曲のサイアンちょっと見たいみたいな。あれ、でも、もうほんと交互ですね。私、うん、あの、うん、そうだね。すべての多分ショーケースライブに関してはどこでも、いいとこかなと思いますね。ね。偏りなくて嬉しいな。うん、そっか、スタンディングの方はどこでもね、いいのか。着席やったらね、帰れんと思うけど。クラブミキサー、私初めてですよね、確か。足をいたわろうと。だってもう週明後日だもんな。明日は何もなくて、明後日が
学校のお祭りなんかスペシャルライブがあって、確か愛媛なのかな、愛媛の島で、その次が東京でショーケースライブだから、うん、愛媛です。そう、私愛媛って愛媛だったんだね島、しかも島根、ですね。でもすぐ行ってすぐ帰ることになりそうだな。少しは堪能したいけどね。来月の大阪の個別しかないねえ、お話し会がなかなかないですよね。だってあとオンラインがあって、11月末にやって、次12月の8で大阪で、確かに大阪申し込んでくださった方いつも申し込んだっけ待ちくたびれだよね、ほんと半年前だったのは確かか、まあでもそれこそって感じがするけどね、イベント。本当ですよね。うん、話してみたい、ぜひぜひ話しましょう。確かにオンラインとかもよくなんか、あ、明日か忘れてたわみたいな聞きますね明日か、そうだよって、私が配信とかメールで明日お話し会ですとか、朝のメールで今日はお話し会ですとか言わんと忘れるとこだったみたいな、ありますからね。本当によかったですよ、ちゃんと言ってっ
でも確かに私も冬に8月のその浴衣祭りの申し込みしてたなって思いますね。こんな先のことだけど、まあ有給取ろうみたいな。この日は絶対に。うん、そうやん。全然半年後の予約は全然。でも実際学校の行事とかも1年後まで決まってるからね。すごくない？学校の行事。だって新学期になってもう3月にこれこれしますみたいな、何月に何日にみたいな、この日は遠足とかさ書いてあるよ、運動会とか。すごいなと思って、もうね、しかもずれたりしないですよね。そんな意外とこのアイドルとか芸能界とかって、うん、急に明日変わるとかあるからさ。すごいなーって思った。実際明日のスケジュール、詳しいスケジュールとかは今日の夜に知るんですよ。何時に起きようとか。え、そうそう、もうね慣れたんですけど、最初はねなんかどうしようと思った。そうそうそう、もう今慣れたけど、最初の方すごいなって思ってた。うん、そうスケジュール決まらんね、やけん、なんか髪切りに行ったりとか、なんか病院とか行っても次いつ来られますかって聞かれても、わあ分からんなって思う。土日休みですか？って。いや、違いますね。って。あ、シフトですか？って。あ、はい、シフトです。みたいな感じになる。何曜日休みとか決まってなくて、みたいな。なんで、また行けるときに連絡します。だいたい1週間前ぐらいになったら、その1週間のスケジュールはだいたい決まるかなって感じ。うん、そうね、そういう時多分まあ、アイドルですって言ったら楽なんだけど、なんかね言わない方が多分スムーズだなって思う時もあるよね。そうなんや。うん、そうそう、本名でね
活動してるからね。まあちょっと焦るよね、病院でフルネームで呼ばれたら。高尾さやかさん、ちょっと焦る。どうする、病院におったら私が高尾さやかさんって言われたらどうする、見るえ見る、それとも聞こえてきてえって固まるか。超絶可愛いコールしないで。まあでも見るよね。さすがに知ってる人が呼ばれたら、もう高尾さやかじゃなくても、うん、知り合いでも見るかな。え？知り合い？え？でもそれがさすがにみんなにとっては高尾さやかさんの方がもう何倍も反応する。おもろいな。どうだろう、私はいつもフルネームで呼ばれたらもう若干の気まずさはあるからな。しかも高尾さやかって珍しいもんね。珍しくないか。高尾ってあんまいないよね。しか知らない。ふん。高尾ってすごくない？感じ？強そうだよね。一回私のことを忘れてこの名前の人がいたら、うん、名前の一覧にいたら強そうって思うでしょ。
第一印象思い出して第一印象思い出して、名前だけ見た時の第一印象ね。確かに。確かになんかゲーム対戦、なんかオンラインゲームとかしてて、急にこんな感じの人が現れたら「え？」って。なりそうだよね。例えですよ、例え。なんか最近思ったんだよね。さやか、さやかっていう名前で優しくなってますね。さやか感ある？自分さやか、さやかって感じする？あ、するか。さやかちゃんです。自分だから客観的にね、見れないんだよね。うん、名前呼ばれたら反応はするんだけど、客観的に見れない。さやかというよりさあやんだよね。さあやんね。
街中でさ、めっちゃ大きい声でさ、リネがさ、そうよーんって言うんですよ。全然良いんだけど、ちょっと恥ずかしいんだよね。いや、そうなんよ。本来さやかじゃん。本来さやかなんですけど、さあやん、まあね、間違いではないんだけど。そう、いつでもどこでも。そうよー。でもそこ私しできんや。ちょっと街中ではみたいな。そんなことは言えません。かといって急にさやかって呼ばれるのも照れるしね。私はもう普通にリネって呼んでるから、リネって言えるけど、そこで私がリネタンとか言ったらちょっと違うのかな。なんか急に今がチャンスだと思って私のことさやかって呼んでる。なんか今だったら変に思われないみたいな感じで、私のことの急に。今しか言えないみたいな感じで。さやかさおもろい。さやかさはおもろいな。なんか急に気軽気軽になってるけど。なんかね、照れるよね。慣れたらいいと思うけど、ま、お好きに読んでください。呼び方はね、結構一回決まったらもう変えれないですよね。お母さんとかさ、ママからお母さんに変わった時のこと覚えてる？私めっちゃ頑張ったんだよね、それ変わる時。最初ママって呼んでたんだけど、それが急にお母さんに変えようみたいな風になって、その時めっちゃ頑張ったんだよね。謎のズワズワと戦って。今はもう普通に言えるけど、
そうね、変えたい。そう、もう母さんって呼んだらみたいな感じになって、ええー、と思ったけど。でも今逆にママが恥ずかしいかな。ママとパパ。もう読めないね。しかも私最近マミーって呼んでるもん。よくわかんないけど。マミーって呼んでるんだけど。そうだ。そう。まあ呼び方はね、いろいろあるよね。もう一回決まったらもう。それでみたいな。呼び方問題。お母やんお父やんはあれだから、私ここで話すときはそう言ってるだけだよ。本当には呼んでない。そうだよ。お兄やん、そう、全部やんつけてるから、弟をやんと。お兄やんと、お父やん、お母やんって。全部やんつけてる。なんか分かりやすいかなと思って。そうよ。弟やん。呼んでないですよ。でもプライベートで本当にお兄やんのことはお兄ちゃんって呼んでる。でもなんかそれをなんかこの時々配信で萌え台詞として、なんかそうなるから、ちょっとそれでだんだんこれって、おいしいよなのみたいな。みんなのことお兄ちゃんとは呼べないな。だってお兄ちゃんじゃないから。ちょっとなんか現実的な問題でみたいなニュアンスが今あったな。私にはもう本当のお兄ちゃんがいるからみたいな。
やばい。いなかったら分かんなかったけど。いるから。ほら、お兄ちゃんだったらあれだよ、専属のメイドさんになんてなれないからね、お兄ちゃんの。そこはやっぱり他人だからこそだから。ちょっといい風にいい風に言ってみる。でしょ、他人。他人って言われたら急に。急に血がつながってないからね。またちょっとリアルなことを言ってみた。だって血つながってる私たち。つながってないでしょ。つながりたかったの。そうだよ。言い方かわいかった。そうだよ。他人だから。なんかだからこそなんじゃない。そうだよ。だって他人じゃないとみんなが望んでることはね。みんながいつも言ってることは不可能だから。なんでそんな悲観的になってるの。でしょ。いいこと言ったな。悲観的になる必要ないよね。そんなに。現実な。血がつながってないってことが。私はこれをひどい言葉だと思ってないから。待って、それがピエンなの。私はそこがよくわからないんだ。いいことだと思ってるんだけど私。
の家族、え、兄弟という世界線が良かったってことか。私と兄弟になりたかったの？それだったら、あーそっか、それは現実を突きつけてしまったね。それはそれで、それはちょっと夢を壊してしまいました。ふむふむ、ね、私と兄弟になりたいっていう夢を持っている方もいらっしゃったという。なるほどな。ありがとう。ああ、猫になりたいね。時々私の近くにいるあるものになりたい人生だったみたいな。言ってるもんね。それに命がなくても。ね、それがおもろい。いろんなものに、サーヤンの何かに関係するいろんなものに、こういろんな人がなりたいものがあるんだね。とりあえず私に近しいもの。面白いなー、面白いなー。
テレビなら、テレビなら見てくれるって、そんな、なんて切ないの、切なすぎるよ。毎日レスやんって。なんか絵本の世界ですよね。ちょっとファンタジー感。買い替えがないやつね。買い替えがない、できるだけ長くできるだけ長いやつね。スマホは毎日見てくれるし、握ってくれる、確かに。でも機種変するからね。最高2年ですよ。短いです。みんなとりあえず2年以上はさやのことをね、押してください。2年以上マストで。短い。じゃあ何年でも。じゃあ何年でも。すごいよね。もう、いや2年以上ってのもすごいけどね。すごいと思うな。こんなに一人の人間をずっと。すごいこと思うね。って私はね思ってるよ。欲しいはしないけど頑張るとは思ってる。ありがたい、ありがたいです。応援はしてくれてんだね。推しはしない。これからかな。これから押してくれるんかな。よいしょ。うんうん。
戦士トリセツを覚えてきました。トリセツを覚えてきました。すごいね。私のトリセツは難しいぞ。1ページ目、否定しない。否定しない。すごい人いるな。あとは。あれ急に2ページ目が2ページ目チラシなんかもしかしてチラシみたいな。分かんないな。あんま自分では言いたくないかもな。みんなで見つけてください。ちゃんと、あるけど。
まあメールとか読んでくれたらそこのところわかるかな。え、今日って1日？なんと1日からメールを取るとおすすめです。いや本当に本当に本当よ。毎日3通以上、必ずほぼ自撮りたどり、私の顔の写真がついてきます。そして私に関しましてはメールでしか言わない内容結構あります。昨日の配信で惹かれてメール取りました。ありがとう、嬉しい。昨日の配信昨日の配信でメールを取ってくれた方結構いらっしゃるのかな。毎日3通も、そう3通も、そう、しかもそう月末まで見てくれた方にはそう感謝の気持ちも込めまして、本来だったら、まあ、これはちょっと送るのやめようかなみたいな、お蔵入りになりそうな感じの写真をなんか載せるようにしてますね。ですですです。しかも結構口コミも良くて、はい、結構いいんですよね。うん、そっかーって、おすすめです。私個人が言ってるだけじゃなくて本当にね口コミありますから。たくさんメール取ってる人がさやのメール褒めてました。でしょ？そうなんよ。いや、そうなんですよ。結構そう、いろんなメールを見てきてくださった方もさやのメールは本当に良いというのはなんかもう聞けますね。そうなんだ、だからあ、そうなんだ。でもまあ一つ言うと本当に私のメール本当に何だろう、心を映し出してるので、まあ、その点ちょっと何だろうな、心の中身すぎるかなっていうのはありますね。そう、まあ、アイドルだからね、もう常に完璧、元気、明るい、笑顔とか、メールではそうじゃないところもあるかな。もう目取ろうかなって。っていう感じですね。うん。結構そう、メールにしか言わない、書かないこと結構あるかな。
感じです。ぜひぜひ。しかもそう、本当に写真も多いし、そう、意味ないメールは送んないですね。意味ないメールっていうか、ちゃんと内容のある、あの、意味のあるメールを送ることは心がけていますね。まあでもちゃんとその、まあ、短文でもね、うん、いいと思うけど、ちゃんと内容はつけたいっていうか、私が思ったことを書いてるって感じ。あ、これ伝えたいなーって思ったこと書いたりとか。私がそのちゃんと文字にしなくても勝手に伝わってたりね。だんだん私のことが分かってくるかなと思う。サーヤンさんの取説はメールですよ。さ、送らんかった時は止まってるかどっかで間違えたりとか、溜まってるとかですか。自己紹介メール取れなかった。あら、今日ね、昼送ったんですよ、3時ぐらい。でも今のうちに登録しとけば、あと30日分ぐらいあるから。うん、日比谷もね、個人ファンクラブもね、更新しております。あとなんかチャットがねちょっと最近送るようにしてるんですけど、そう、うるさくないですか？大丈夫？まだちょっと大丈夫かな、ちょっとうるさくないかなとか思ってる。本当？そうね、リアルタイムですね。こんなに更新してるのさ、え、みんなこんな更新してるのかな。私定期的にさ更新してるんですけど、でも少ない方かな。どうなんだろう。でもこんなファンクラブ、個人ファンクラブ本当ね、やっぱり1ヶ月ね、ちゃんと返せるようにできたらと思っております。
限定コンテンツを。入っててよかったなって思ってもらえたらいいなと思いながら、マネージャーさんとファンクラブのスタッフさん、なんかよかったなって思えることできたらいいなと思っていろいろやってますね。明日なんか本当はなんかオンラインファンミーティングみたいなもできたらいいなーって思ってるんですよね。だけなんかカラオケルーム、あのショールームみたいにできたらいいなーと思ったけど、それが許可が取れないのかなと。みたいな感じで、ああそうなんかと思って、ちょっとまた詳しく聞いてみます。なんとなくわからないけど、音の許可がなんだ。サイアンフェスやろうにもさ、あれも音鳴らしてるからね。なんかできるかなーと思ってます。サイアンフェスしたいよね。ちょっとそう、年末ぐらいにね、なんかしたいなーって思ってるんですけど、なんか私毎年思ってんのよ、年末最後祭りみたいな感じでフェス、サイアンフェスしたいなーと思うけど、なんか年末になったらさ急に体調崩すんだよね。サイアンフェスなんか自分で悟り考えてショールームで音鳴らしてライブする、なんか年末そうなんですよ、崩すんよね。そうなんよ、一年の一年間の全てが年末の何日間に凝縮されて、なんかしたよね。そうでも2期生コンサートあるね、クリスマスコンサートもあるし、
ライブ習慣ではあるけどね。しかもクリスマスコンサート、2期生コンサート、大忘年会した後だから、さらにちょっとあれかもしれん。もうトミーですみたいな。看病になっちゃう。多分寒いのが私弱いんだろうな。寒がりなんですけど、さらに寒いのに苦手だから。毛布あったかすぎるわ。毛布に変えたんよ。最高。洗ったんよ私ね。洗濯したんだよね毛布。一回干そうと思って干したんだけど、なんかもう洗おうと思って洗った。そしたらめっちゃいい香りがする。丸洗い。そうそうそう、ダニが怖いもんね。何の柔軟剤使ってるか教えない。ダニは嫌だ。そんなに。ダニに噛まれたら痛すぎるって。え、痛いんだダニ。しない。同じ香りにはさせない。やだよん、やだよん。シャンプーも教えません。何も教えません。めっちゃいい香りがするんだよな、ほんと。はぁーって。いいね。
柔軟剤好きなんよね私。そう、なんでしょうか。なんでしょうね。嬉しいないよ。あはははははは。シャンプー最近変えたんよね。変えたらね、やっぱり慣れないから、なんていうんだ、鼻がいいね。何だったかな。髪サラサラだよ。薄いね。香り感じた。したか。でしょ。でしょ。
面白いな。リアルで会ったとき鏡ないでね。リアル話し会とかイベントで鏡ないでね。嗅がないでよ。深呼吸もダメです。って言って逃げるから。これしながらキャーキャーキャーって言われて逃げられたらみんなえ何があったんですか。え、誰誰メンバーが誰誰スタッフさんにあ、何されました。何されました。高尾にいや、深呼吸しただけ。深呼吸え深呼吸。ちょっと詳しく話聞いてもいいですか。強すぎる。面白すぎるよ。あの人が深呼吸したんですよって。え、深呼吸しただけ。息せずにさ、話しかけれないよね。危険ですよ。なんか喋り方なんか息してないって。ちゃんとね、息してくださいね。ちゃん
と息してくださいな。普通に息を吸って普通に吐いてください。ただしただし嗅ぐのは嗅ぐのはハロウィンナイトって意味が分かるかって。面白くない？このポーズちょっと決め顔。3秒ルールとかないですよ。減るもんじゃない。いや、減ります。減ります。めっちゃ減る。とんでもなく減るから。すごい。もしかしたら急に私のソウルジムが真っ白だったのが急に。そう、みんなが吸ったらなるかもしれんよ。匂いソムリエやばい。普通に息を吸って普通に吐いて好きな方で肩の力が抜けた。すごい、夜ご飯食べてなかったの。お腹空いてきた。声に出してみる。お腹
腹すいた。気づいたら今日も終わりですよ。配信終わったらなんか作るか。作るよ。みんなにも作ってあげようか。じゃあ作ってあげるからみんなで分けて。みんなで分けてね。何作る？豚キム。豚キム作ろうか。いや、お皿一皿、お皿一皿分です。誰がキムチか、誰が豚肉か、あと誰が玉ねぎか、誰がキムチの汁。ちょっとすみません。すみません、ちょっと想像しちゃった、すみません。想像しちゃってすみません。そう、でもご飯を持ってたらね、汁でもなんとか豚キムの味はすると思うけどね。スポイトおじさんはやばい。嘘嘘、あげるよみんなに。
にあげるよ。夢の中でね。夢の中でね。夢でもいい。じゃあそろそろ読みますよ。これは読もうかな、どうしよう。妹、ノムさん、ヒーアキラさん、バリーさん、マイセンタン、神戸のヒッキーさん、ガチャピン3号さん、ニノマルさん、ファルコンさん、セイヤンさん、りょうへいさん、アーチアンさん、キチネさん、フジポンさん、りょうさん、イナッチさん、コッペさん、タテ様、オーサムさん、ミッチーさん、ゆうきにゃんにゃんさん、鳥取太郎さん、マサさん、台湾のコウさん、トキワさん、ゆいぞうさん、ゆうすけさん、ラクラクさん、メミフィーさん、ビータさん、メガバイトちゃん、まぼろしさん、ケンタロウちゃん、おうかさん、さとけんさん、ありがとう。ありがとね。よいしょよいしょ。寝落ちしてた？寝落ち専門配信ですよ。なんか足痛いな。スプ貼ろう。スプ貼ろう。寒かったらね、なんか足つったりするよね。釣りやすい度。お風呂でほぐさんと、いや、もうお風呂入ったんだよね。入った後なんですよね。いやー、こういう時にこたつをつけたら治るんだよな。なんかあったかくて。こたつつけようかな。メイク？メイクしてない。メイク？メイクしてない。してないですよ。
ん、リップは塗ってるけど。あんま変わんない？メイクしてる時と。いや、末端冷え性かも。ちょっと今足先めっちゃ冷た。知ることできました。よかったですよ。もっと知りたい方はメールをおすすめします。末端を温めんとね。そう、早ければ早いほどお得です。難しいことを考えずね、購読すると幸せになれるでしょう。サイアン占い。今日取るとお得です。なので、11月を購読してくれる方も、あと11月は30日間か、よろしくお願いします。もちのろん配信も毎日しますが、あとは SNS も頑張ってきますので、コメントなどいいねなどしてくれたら嬉しいな。いろんな場所でコミュニケーション取ろう。そうだよ。会いましょう。会いたいよね。ファンクラブの配信もいつか今月、まあ、2回ぐらいできたらいいな。じゃあねー。うん、バイバイ。おやすみー。